ラコ TV。 はい、皆さんこんにちは、ラコミック TV の達也です。今回は餅の絵を描こうと思うんですけど、例えば太陽だったら太陽はこうみたいに描くじゃないですか。こういう風に餅も現実と違う絵になってるなっていうのが分かったので、その辺をちょっと暴きながらですね、説明をしていきたいと思います。まず餅の線画なんですけども、餅の絵は検索すると大体角餅が大体四角い箱っぽいものを描いておいて、上に焼けた餅なんでこんな風に描いて、ここにこう苔がついていると。でこれがですね、意外に餅焼くとここに苔できないんですよね。実際はこう餅がありますと、ここはちょっと破れて白く出てまして、でこの辺が焦げるんですよね。でもまあそれだとちょっと見栄えが悪いんで、まあいろいろ描かれていくうちにこうなったんじゃないかと。でまあちょっと記号的にじゃなくて少しリアルめに描きたいということで、こう書いてもいいんじゃないでしょうか。でお餅って影をどこにつけるかって問題があるんですけど、結構バックが白い時に、まあ、線で描いたとしてもちょっと立体感が欲しいので、石膏のボード描く時みたいに、少し濃いめのグレーをこの辺に塗ってることが多いですね。こっちも塗ってあげてもいいと思います。まあ逆光と言いますか、逆光気味ですよね。でちょっと濃いなっていう時は、こちらで明るさを変えてやれば出ると思います。せっかくなので、サインは丸餅なので丸餅も描きます。ですけど、まあ、今黒で描きましたが、まあ、茶色で描いてもいいですよね。茶色はちょっとこのぐらいかな。まあこっちがリアルの描き方に近いんですけど、やっぱめんどくせえやっていうことになったら、やっぱりこう記号化されるっていうのはそれなりに意味があるので、まあこれでもいいんじゃないかなとは思います。まあ、塗りで描くお餅なんですけど、白いものを描くっていうのは一つの方法としてあるのは、白を少し暗いグレーで描くっていうやり方がありますよね。でも餅ってよく見ると真っ白じゃないんで、ちょっと今度は丸餅でいきます。いけるかな、浮いていった。このぐらいに描いといて、でまあちょうどいい明るさになるまで、でまあこれだと餅に見えないってなったら、1個レイヤーを足しまして、こうマスククリップですね、さっきの同じ色で。で明るさの方で調整してやったり、ぼかしを使って少しぼかし気味にしてやればもう餅っぽくなります。で
ハイライト入れてやりたいときは別レイヤーにしてやるといいと思います。とりあえず白にしといて、この辺白いなっていうふうに書いといてですね、でこれも下にクリッピングしてやって、ぼかしでちょっとぼかしをかけて、で明るさ、こっちは濃度についてはここでどのぐらいの強さのハイライトにするか決めてやればいいと思います。鍵を入れまして、でぼかして、で濃度ですね、こういうふうに、鍵をつけてやればいいんじゃないかと思います。まあ、言っても白いバッグに餅を書いてるんで、やはりちょっと見えにくいですね。じゃあちょっと背景をつけてやろうと思うんですけど、お皿をですね、ちょっと紫色の皿かなんかにしようと思うんですけど、このぐらいのお皿で、で上の影のやつは上3にしてやると、こう下にと馴染んでくれます。で皿の色をですね変えてやりたいので、ちょっと渋めの皿にしてやるといいですよね。さらにちょっとハイライトをつけてやろうと思います。ライトは白で、ハイライト強すぎた時のために、ここで透明度をね使って少し調整してやれば楽だと思います。
今日の動画は以上です。またお会いしましょう。